こんにちは、まゆりんです。日本で有名なオタク文化の発信地として知られる秋葉原、外国人観光客からも人気の観光地ですし、意外と女性が一人でも行きやすい街なので、私は気軽に観光を楽しんでいます。秋葉原といえばメイド喫茶が多く立ち並び、ナース服やメイド服の女性が積極的に声をかけてきます。そして秋葉原といえばメイド喫茶はもちろんのこと、アニメの街として世界中にその名前が知られています。以前は秋葉原といえば電気街として有名で、道路にはみ出すようにパソコンを並べて売っている店が多かったものです。でも今では裏通りにひっそりと電気街が残っているだけで、パソコンを並べて売っている店を見つけると懐かしさを感じます。秋葉原の観光名所の一つになっている JR 秋葉原駅電気街口の前にある秋葉原ラジオ会館。秋葉原ラジオ会館という名前からラジオ関連の店が入っているかと思ったのですが、地下1階以外はほとんどがキャラクターグッズやフィギュア関連の店ばかりでした。秋葉原ラジオ会館の8階にあるドールポイント秋葉原は、撮影ブースの増設、セルフケアコーナーなどの登場など、ドルフィーオーナーの夢を叶えます。秋葉原ラジオ会館の8階にあるドールポイント秋葉原に一歩踏み込めば、圧巻のドールたちにお出迎えされます。ドールポイント秋葉原では既存店とは違う商品構成に設計し、ドール本体をメインとした今までになかった新しい店に仕上がっています。D コードとは、ヘッドやウィッグ、シューズやドレスがコーディネートされた完成品モデルのドルフィードリームです。ドールポイント秋葉原限定のドルポスタッフ制服は D コードなので、出会ってすぐにお迎えすることができます。振袖を着た初音ミクと鏡音凛がとても美しかったです。黒のゴシックドレスとバラ模様の日傘が似合う神崎蘭子がとても美しかったです。赤ぷよと紫ぷよのぬいぐるみと一緒にいるアルルがとても可愛らしかったです。クリッと大きな瞳がとってもキュートなフレイヤービヨンはとても美しかったです。先日音楽ユニットワリキューレに憧れ、ウィンダミアから飛び出してきたフレイヤービヨンの私服は素朴ながらも可愛らしいデザインで魅力をさらに引き立てています。ダイナミックな表現力を備えた本格派バーチャルシンガーの茜芽衣子はとても美しかったです。特徴的な赤いショート丈のトップスとミニスカートがとてもクールで、スタンドマイクも付属の豪華仕様です。スーパードルフィーは思いの通りに姿を変える未完成のドール。スーパードルフィーの最大の特徴は、服装や髪型だけでなく手足のパーツや瞳を自由に交換して姿を変えられることなんです。ドールポイント秋葉原では撮影スペースを用意しているので、ボックス製ドールを持参して撮影することができます。ドルフィーオーナーはボックス製ドールを持参して撮影スペースで撮影を楽しんでいました。ドールポイント秋葉原で人気ナンバーワンの円卓仕様の撮影スペースより、カフェの撮影スペースの方がおしゃれだと思いました。ドールポイント秋葉原のミュージアムでは、最新作の世界先行展示はもちろんのこと、過去に発売された幻の DD たちを紙面すべてガラス張りのショーケースに入れて厳選展示し、約150体のドールがずらりと並んでいました。最近は老若男女関係なく
人形を購入する人が少なくありません。ドールを購入し、ドレスを着せ替えたり、ウィッグを変えてみたり、あるいはパーツや瞳を取り替えてみたりと、楽しんでいる人が増えてきました。もし気に入っていただければ、チャンネル登録よろしくお願いします。